リチャードリース・スチュワートは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンフランシスコ出身の元プロ、野球選手右投げ右打ち。愛称は、ドクター・ストレンジ・グローブ、石の指放か。ピッツバーグ・パイレーツに入団。メキシカン・リーグでのプレーを経て、1958年にメジャー初昇格を果たした。パイレーツ時代の1960年には23、本塁打。 83打点を記録した。ポストシーズンでは、ニューヨークヤンキースとの対決となった、ワールドシリーズ第7戦ではビル・マゼロスキーの、サヨナラ本塁打の時には、ネクストバッタースボックスにいた。1961年は、自身初となる MLB オールスターゲーム選出を、果たした。最終的に35本塁打、117打点を、記録した。 1963年にボストンレッドソックスに移籍するが、この年いずれも自己最多の42本塁打、118打点を記録し、アメリカンリーグ打点王に輝いた。1964年も28本塁打、95打点を記録する。1965年はフィラデルフィアフィリーズ。1966年にはニューヨークメッツさらに、 ロサンゼルス・ドジャースに移籍。1967年に、当時の太陽ホエールズに入団。MLB 時代は3打席連続本塁打を記録するなど、NPB 入りまでに、通算227本塁打。チーム初の MLB 経験選手入団で期待は、大きく、NPB1 年目は打率、280、33本塁打と活躍した。しかし、 翌年は打撃成績が半減し、守備の怠慢がも目立ったため同年で退団した。1969年にカリフォルニア・エンゼルスと契約し、MLB に復帰した。これは、NPB から MLB に復帰した初の事例だった。2002年12月15日に、ガンで死去した。愛称は、スチュ、ドクター・ストレンジ・グローブ、ボストン・ストレンジャー。 石の指鉄のグローブを持つ男という愛称もある。奴の指は全部親指だという守備のつたなさに対する例えもあり、1イニング3つの普通のファーストゴロをアウトにしただけで観客からスタンディングオベーションされたこともある。NPB 発打席発本塁打の相手はこちらもプロ発先発の江夏豊だった。 h t t p s w w w b a s e a l r e f e r e n c e c o m スラッシュレジスタースラッシュプレイヤー .fcgi id コールスチュアートレイレイヨンリックハットタイムマガジンアーティクルハット a b c d ベースボールプレイヤーニックネームズベースボールレファレンスセプテマー20 2021閲覧メジャーで活躍 でも期待外れも、プロ野球、大物外国人選手列伝フライデーデジタル2020年5月9日この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。ドクターストレンジグローブに関する、カテゴリー。ドクターストランジグラブに関するカテゴリー。石の指に関するカテゴリー。ストーンフィンガーズに関するカ、するカテゴリー。ストーンフィンガーズに関するカテゴリー。鉄のグローブを持つ男に関するカテゴリー。 ありがとうございます。